じゃあですね、今回の、ブルースっぽいことをみんなで楽しもうっていう企画ですけど、ブルースはこうリフっていう、まあ、言葉、これ言葉を3つ覚えてください。1列目は1つの言葉を繰り返す、2列目は2つ目の言葉を繰り返す、3列目は3つ目の言葉を繰り返す。はい、じゃあ1つ目の言葉、1つ目のリフですね。一弦の八五、二弦の五、八五五。そして二弦の八、三四って感じですかね。チャチャラチャララチャチャ三四、これで一小節ですね。ワンニセの、あ、早いね、これじゃ。三四で、この五五というところですけど、どうやってもいいんですけど、で今みたいに押さえ直してもいいんですけど、なんか面倒くわ、私はっていう話なんですけど、面倒くさいのでこうへなってさせてます。人差し指の第一関節だけへなって見える？ってな。で、1弦と2弦を一緒に押さえといて、で、小指離す、そのまま2弦弾くですね。へなに小指足しので、これで8、1弦8で、離すと1弦5、そのまま弾くと、2弦の52弦の8やって、ここ押さえたままでいるんだから、それで1弦弾けば1弦の5になります。はい、じゃあこれを3回繰り返します。タリララタ、3、はい、3、はい、3、はい。でここで合いの手を入れます。あの盆踊りなんかでもこうちょっと入るじゃないですか、あんな感じですかね。ね、こういう合いの手のことをフィルって言います。ね、あ、はいな、はいなとかあるでしょ、民謡みたいなんでも。あらえささみたいな歌の間にね、お次はどうすんのみたいな感じですかね。そうするとこうなんか2段目にこう繋がってきそうじゃないですか。ね、じゃあやってみます。3回繰り返してつなぎ、3、はい、3、はい、せーの、ここのとこがマイナー3度の音なんですけど、これを少しマイナー3度の正確な音より微分音、微分音って言うんですけど、まあこう半音の階段だと表せない中間の高さの音、こういう半音ずつの階段だと表せない音にするとぽいです。3、4、ですね、はい。